はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビット青を進めていきたいと思います。今回はですね、2位の岡山ピーターローズと相手します。さすがに現時点では力の差が違いすぎます。よってここはですね、ちょっと枚数を落としたメンバーで戦って、主力メンバーの温存を図りたいと思います。は、最下位にならないというのがすごく、この N21 年目は重要になります。なので、まあ仕方ないと思います。というわけですね、下の方からちょっと数えていきましょう。前回だったかな、緑がイエローカードをもらってしまいました。これはかなりショックですね。まあ紹介2本入れてみたいと思います。拾ったんで OK で、鬼丸をちょっと藤原と仮に入れて、裏か浜田の仮に入れて、もうそんなに変わらないんですよね。少し彩香の仮に入れて、女性選手も温存を図っていきます。誰でもいいんですけど、非同化かな。薄いよ、窓との代わりに入れて、西野と美穂の代わりに、岩口はいいんで、カルベを入れましょう。これで、ワーと、マサと、イエローカードを2つ取って、退場になるのを誘います。ホームということもあって、有利という内容ですね。これは意外。本当かな？さあ、試合開始、キックオフですが、さあ、狙っていきたい。どこまで頑張れるか。早くも選手点奪われましたね。早いですね。まあ、もっともですね、負けまくったら、支持率が下がってしまいます。支持率下がると、まあ 0% になるってことはまず考えにくいので、一番痛いのは予算が減ることですよね。深沢から千歳、ここまでは悪くないぞ。おっと、ボールを操ったが、ちょっとこれは合いそうになかった。おっと、これはパンチングだが、ピンチはまだ続くが、あっと乗り越えた。左へ、うまいパスですね。あっと、すごい相手が出したので、こちらのボールになりましたね。おー、うまい。今のはちょっと残念でしたが、仕方ないかな。さ、相手の攻めが続きます。あと、ゴール前に、これはオフサイドでした。相手にボールを取られたよ。気をつけないと。おー、うまく返しました。雪本から、あれとバックパス、さらに前へ。あー、ピンチ、これはやばい。ちょっと不用意に取られすぎた。あー、2点目取られてしまいました。
気持ちで負けてるというよりはちょっと不用意な感じかな。まあ、攻撃してる自分も悪いんですけどね。さて、お、危ない危ない、おと、1点は欲しく、返しておきたいですよね、このメンバーでも。はい、前半終了です。今こうちょっと入れてみますか、思い切ってサクッとして、これどうなる？おっと、早くもピンチだ。返して、深沢か千歳。さあ、深沢が上に上がったが、これは合わない。ナーコ取った。美穂。ちょっとこれは、おっと、しかし、コーナーキックをチャンスを得ました。さあ、ナーコがうまい。そう、あげるが、これは、相手が早い。おっと、バーに救われました。さっこは反撃だ。薄見から、広田。おっと、正面にキーパーがいた。薄見がうまく拾いましたが、これは、おっと、おっと、ファウルなのか。さあ、チャンスです。おっと、シュート、おっと、もうちょっとだったんですけどね、ボールは、ゴールまで。逆にピンチ。あっさり捉えた。まあ、やっぱりピーター・ローズ、強豪ですからね。サポーター暴動を起こしそう。選手交代ですね。選手スタミナ、切らしてる選手多いや。この辺を変えとかないと、やばそう。福山と変えとこうか。これで交代枠を使い切りました。ナーコが単独で押し出したぞ。あーっと、さすがに甘くはなかった。まあ、ナーコがストライカーになるような感じはありますからね。さあ、パンチング、あーっと、さらに4点目。ルボッコですね。まあ、ちょっとこれフルメンバーで戦っても流れが変わるとはあまり思えないのかな。攻められた時に取られる点数もそんなに変わらないかもしれない。はい、まだまだ強く、まだまだこれは甘くない。おー、5点目かな、これ入ったね。まだまだ甘くない。どんどん選手、強くしていって、またスカウトもしていかなきゃならないってことですよね。
ラオケいただきました。試合終了です。ですよ。これが2点目ですね。流れて逆をついてくる攻撃でした。あんまなかなか迫られなかったですよね。チャンスらしいチャンスで、これもゴールまでは遠いし、どうだろうな。エースストライカーでも厳しそう。これ本当に惜しかった。点入ってた。流れ変わってたかもしれないが。これで3点目。そうですね、まだ展開が結構長いですよね。これでもう5点目入っちゃってます。あー、もう正面余裕のゴールですね。14本、枠内10本打たれてますね。 OK です。これで、まあ、まだ最下位ではないですが、富山ミラージオとは勝ち点1。富山ミラージオは何としても勝って突き放しておきたいですよね。まあ、その他のチーム引き分けは欲しいですよね。もうまだシーツは落ちてない。そして次がアスカリアなら、また2位のチームと相手だ。正直厳しいと思います。さあ、ちょっと女子選手がいるか見てみましょう。なんか男子の高級取りがばっかりだな。いない、いない、いない、いない。女子選手って全員で何人いるんだろうな。いなかった。はい、というわけでですね、なかなか N2 も苦しい戦いが続きますが、少しずつ力をつけていきたいと思います。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にいつもの通り記載しておりますので、よろしければアクセスお願いいたします。またですね、チャンネル登録まだの方、ぜひともよろしくお願いいたします。最後の20秒で流します関連動画、動画プレイリストの方も、アクセスしていただければ嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。ゲーム動画レイコーでした。